れはナルト。あの男がいないな。消し済みとなって消え失せたか。激魔よ先生なら俺が助けた。助けた？どういうことだ。自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。何かが起こったようだな。お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道のバーガ。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。サスケ、お前も。何なのだ、こいつらは。なぜ突然ここまで。ここ、俺ってば死んだのか。お前は死んだわけではない。ここはお前の精神世界。今はうつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんってば。わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶。なお大筒木羽衣、そして忍衆の開祖にして陸道仙人とも言う。え、最初に忍術を作ったあのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？アシュラ？一体何のことだ。ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大筒木かぐやは遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその身を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。ある時かぐやは二人の子を産んだ。そのうちの一人がこのわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため真珠の化身である十尾と戦った。身を取られた真珠はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし十尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも二人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け、忍衆を教えたのだ。二人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子とそうでもない遺伝子、
兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ努力を惜しまず仲間に協力を仰いだ。周りもアシュラに応え、そこに我が生まれた。わしは弟アシュラの生き方に新たな可能性を垣間見た気がした。故にわしは決めたのだ。アシュラを忍衆の後見人とすることを。だがインドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく時を置いて転生した。幾度となくな。ナルトよ、先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ。何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。民衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母カグヤはチャクラを子一つのために持ち、力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れれば、いずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志もこれまでの転生者に比べてお前からは特異なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけてみたい。その賭けわしはすでに持ってるぜ。クラマ、俺もだ。ハッツァン、なんで俺の中にいんだ。オビトのやつがな、主覚と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって忘れたのか。お前は以前主覚と牛鬼以外のチャクラをもらい受けているはずだ。前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。またたび磯部、孫悟空、国王、蔡健、長明、牛鬼、
フラマ。ナルトよ、お前は何がしたい。この戦いの果てに何を望む。アシュラの転生者だとかなんだとか、これってばバカだから、まだなんとなくしかその意味は分かってねえけど、仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺はそれを守りて、それだけだ。それがお前の答えか。ああ、かつて弟アシュラに全てを託したがため、それが災いの起源となった。この度は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そう。これから先がどうなるか、それはナルトとサスケ、お前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。俺たちかなりの友達だから。さあ、利き腕を出せ。この内葉マダラを蹴落すほどとはな。恐れを抱く小さき者よ。声が。我を取り込め。真珠を、十尾を、すべて取り込め。さすれば無限の力を貴様に与え。まさか真珠そのものが俺に力を与えるとはな。渦巻きナルト、内葉サスケ、俺はいわば完全なる不死、永久を手にした。貴様らがいかに力を得ようと俺には届かぬぞ。ふん、やってもねえのに勝手に結論付けんじゃねえよ。よかろう。ならばこれが最後の戦いだ。やはりか。もう一人のマダラがいる。なるほど。みんなが手に入れただけのことはある。見えざる。リンボに存在する俺を看破する。ナルト、影の攻撃に気を張っておけ。それが人間の全てを変える力だ。もっと踊れ、ジャリドン。さっきの大切男より俺を楽しませる。ぶっ飛ばす。さっさと呼べ。ちなみにぶっ飛ばす。さあ、俺を楽しませろ。さっさと呼べ。もう一人のマダラが邪魔だったわよ。熱くなりすぎるな。やつの思うそばに。これどうなってわよ。これどうなってわよ。さっさと呼べ。さあ、俺を楽しませろ。お前たちの戦線もこれで終わりだ。やはりか。
もう一人のマダラがいる。なるほど。リンネが手に入れただけのことは、インボに存在する俺を看破する。あなた、大事に気を張っておけ。お前でも感知はできるはずだ。先方、イントンライハ。どうなったのよ。さっさと呼べ。どうなったのよ。任せとけ。こっちには。ナルト！おう！影を身代わりにしたのか。まずいってばよ。あっちにはカカシ先生がいる。うわぁ、ようやくだ。本当にやっていいのね。早く俺の左目を。そうはさせんぞ。カムイ。サクラか。ここはカカシ先生。先生、左目。オビトはどうした。そっちにマダラも飛んだはずだが。マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生、その左目ちょっと見せてもらっていい。よし、カカシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども、この方法でガイモ。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。おう。お前たち、鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト。オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらにリンネガンが揃った今、俺は陸道も超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。神の目から見れば、お前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。
ナルト、気づいてんな。あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。まさか、力のやつのスサノオを使えるとはな。いかに力をつけたお前でも、5人もの俺を相手にするのは厳しかろう。さて、どう対処する？見せてもらうぜ、サスケ。サスケ、俺もやるってばよ。マジチー、無駄に認めてやろう。お前はウチハ一族の中でもここからが真の戦いだ。お前は本当に俺を楽しませてくれるな。まずは一体。サスケ、気をつけろ。嫌な予感がする。気は逃さん。ここで無様に果てるがいい。反応速度が鈍っている。もう抑えられんぞ。この攻撃逃さん。いい加減、しつこいぞ。次で決めっぞ、サスケ。ああ、you
き上がれ。なぜこれほどの力。貴様の夢とやらはここで終わりだ。さっさと消えろ。下がっておくか。始末さえすれば本当の夢を。だから差し出って言ってんだろ。愛は死者か。俺の邪魔をするな。この俺が貴様らごぞき。この俺がここまで見事と言うしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ、ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。石碑によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。これはまずい。サスケ、おっと、土壇場で気づいたか。まあいい、これで夜を照らせ、無限つくよみ。今一つとなるのだ。
体どうしたというのじゃ。仕上げだ。真樹海降誕。仲間たちはおねんね中だ。もっともサスケのスサノオには聞かなかったみたいだが。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つくよみの作る甘美なる夢に覚え、まさに幸せを満喫しているだろう。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、すべて終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメ、クロゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様。とでも言うと思ったか。クロゼツ、貴様。マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志は、かぐやだ。かぐやだと？お前が無限つくよみを完成させ、チャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。くそ。何？どうなってるの？サスケ、あいつ。ああ、かぐやと言った。かぐや？陸道仙人の母ちゃんだってばよ。まさか、やつの目的は。あっ！なんだ？これはチャクラだ。強すぎる力は圧力を生む。結果、人々は母をウサギの女神だの、鬼だのと呼び、崇め恐れた。サスケ。間違いない。こいつが、おじいちゃんが言ってた。大月かぐや。大月かぐや、この人が、あの陸道仙人の母。こやつら二人、
羽衣と羽村、いや、インドラとアシュラか。違うよ母さん、奴らはナルトとサスケ、二人の転生者さ。クロゼツ、あいつ雰囲気が変わった。ようやくだよ、ようやく母を復活させ母の元に戻れた。てめえは一体何者だ。子供さ、母カグヤのね。どういうことだ。貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのは十尾だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はカグヤだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけにお前はマダラに近づき利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫ウチハ一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に全てを利用したというのか。それが俺の存在理由だからな。母のいない間の全てを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞ。ね、母さん。ああ、そうか。ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪った。ね。そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ、とんでもねえのが。ああ、羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナルト、分かってるな。お、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。勝手に合わせた。何の力してやるんだ。まだこんなやつ。そして無様に散るがいい。攻撃の規模がすげえ。逃がさないぞ。奴はまだ真の実力を出していない。
目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める。それは俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。動けねえ。くっそ。そいつらはお前が手を出していいものではない。オビト、ゾロゾロと。アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいなら
チャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。死に損ないの体でチャクラもない、そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。確かにお前の言う通り、失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。どんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかない、たった小さな光だ。俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの悪いよく吠えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに不安だ。俺を支えてくれる奴がいるか。そう簡単に潰れやがない。おい、さあ撃って、当たらん。お前はこんな俺を再び光に戻してくれた恩人だ。さて、お前を闇に落とした自分は俺にもある。お前にもう一度選択を与えたい。だからお前たち二人はここで終わるべきではない。たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体がおめえ。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせて、この空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。オイト、お前。
当分こっちにいろ。あいつで、なぜなんて顔しやがる。俺はこれから向こうで凛と二人きりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなくその人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ずホカゲになれ。ああ。そしてカカシ、オビト、お前は。すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだ、なんだよカカシ、そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよカカシ。お前が見送ってくれればそれで最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと、どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ母さん、あいつらなんて。わらわのものだ。え？その力はわらわのもの。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて母さん。まずい、やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。世界を守る。この力を得ていたのは、まずは一本攻撃が上がっているようだ。
だな。限界が近いようだ。だがさすがのやつもあれだけダメージを与えれば。え、何あれ。あれってば俺の後ろの弾か。でも大きさが違いすぎる。あれはだ、大丈夫かい、母さん。もう俺の声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何？上だ。落下し始めたのか。チャクラを
一つに、チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、ヤツの言う終わりの道とやらを歩く気は？これっぽっちも当然だ。忍びの歴史ってのは、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが、貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜ、サスケ、さくらちゃん。うん、行け。どこにこんな力を。てめえは俺たちを甘く見すぎなんだよ。忍びなめんじゃねえぞ。逃がさず殺してしまう。無駄だ。であるわらわが
分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ行くぞ。これで全部終わりだ。って、めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば。安心しろ。このことに気づいた陸道の力で。え？戻してもらえる。4人とも無事なようだな。陸道のおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で2人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな。ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ、よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか。よし。では、これからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより、江戸天聖を下実する。共に戦った者であっても、いつまでもここに残すわけにはいかん。光が。先ほど仙人様に言った言葉、信じておるぞ。この葉隠れを、忍界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うように、あとは後の者どもに託すとしよう。待たら。行くのか。ああ、お前も共にな。結局俺の夢はついえた。お前の夢もつながっている。急ぎすぎたな、マダラ。俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せる者を育てるか、
それが大切だった。いずれにせよ俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。ナルト。父ちゃん。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。お、俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって、しっかりやってんだって。わかった。全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次忍海大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。さて、わしも向こうに戻ることとする。だが別れる前に聞いておきたい。ナルトとサスケ、我が母カグヤと戦い、己の出した答えに変化はあったか？答えは変わんねえよ。仲間を守りたいってのは昔からの俺の望みだから。そうか。あ、そういや無限つくよみにかかったみんなはどうなるんだ？俺っては早く助けてやりてんだけど。芸術のやり方は簡単だ。美獣すべてのチャクラを持つナルトと輪廻眼を持つサスケが互いに根の因を結びさえすればいい。なんだ、意外と簡単なんだな、サスケ。ああ、良いのか、あの時のお前の答えは。奴らを解放することは構わない。ただまずはこの無限つくよみの中、今の五影どもを処刑してからだ。なんだと？サスケ、お前はまだ復讐を望んでるというのか？サスケよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに何を望む？お前の正直な考えを聞きたい。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり里を変える。そのお前の言う火影とはどういう意味だ？そんなに知りたきゃ教えてやる。確かにかつての俺はただ破壊を望み
復讐だけが目的だった。だが今は違う。破壊し、そして作り直すのさ。闇を抱えぬ里を、世界をな。つまるところ、俺の掲げるもの、望みは。革命だ。地縛転生！うお！クラマ！ナルト！俺が必ず助け出す。少しの間、辛抱してくれ。これで邪魔者はいなくなった。お前以外はな、ナルト。うまくいかぬものだ。結局はインドラとアシュラと同じ道を歩むのか。いや、兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。場所を変える。お前なら分かっているな。私にはどうすることもできないって本当は分かってる。サスケ君をこんなに思ってるのに、大好きなのに。寄り添うことも差し違えることもできずに、こうやってまたダダこねて泣くしかできない。みっともないよね、本当。でもサスケ君、少しでも私のことが心の隅っこにあるなら、お願い、もう遠くへ行かないで。お前は本当にうざいな。ちゃんに現実までかけることがねえだろうが。さくらはお前を助けたかったんだ。ずっとお前に殺されかけたこともあるこの子が、今でもお前のことを思い涙を流すのは、お前を愛して苦しんでいるからだ。それが失敗した過去の縛りなのかもな。サスケ、約束したんだ。昔さくらちゃんとサスケは絶対連れて帰るって。先生、俺の人道はもう知ってんだろ。行ってくっつ。ああ、頼む。親も兄弟もいねえてめえに何がわかる。初めから一人きりだったてめえに俺の何がわかるってんだ。ああ、
お前たちとのつながりはもう断ち切った。前にも言ったはずだ、親も兄弟もいねえてめえに何がわかるとな。他人は黙ってろ。やっぱここかよ。懐かしいな、サスケ。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それにホカゲだってお前には渡さねえ。お前はホカゲが何なのかまるで分かってねえ。俺の望みは革命だと言ったはずだ。俺の言うホカゲはお前のそれと全く違う。ウチハイたち、影に生き影から里を守りきった兄の生き様はお前も知っているだろう。俺の思うホカゲとはまさにそれだ。闇にいようと里を思い、一心に憎しみを受けようと平和のために行動する。そのためならいかに己の手を汚そうとも構わない。そこで生じた憎しみは俺が引き受ける。俺には父も母も兄もいない。ただ一人だ。全ての憎しみを一人だけで背負うことができる。そう、俺の言うホカゲとは五カゲ全ての闇を己の炎一つで焼き尽くし、その灰を食らって生き続けるものだ。お前はイタチの生き様を分かっちゃねえよ。一人だけじゃできねえこともある。カグヤとの戦いもそうだったろうが。それはうまくいくだけじゃない。この二体の石像のように、そして俺たち兄弟のように、結局今この世界に必要なのは革命だ。これまでの過去の闇は俺が処理し、真っ白な未来を一から始めていく。お前は第七班の思い出も全部切っちまうってのか。そうだ。俺は過去を切り捨てる。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。第七班や仲間たちがいるから前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうすればいいか分かってんだろ。ナルト！サスケ！
てめえは。俺の人道だ。お前も分かってんだろうが。その人道にお前を切るだけだ。無駄な抵抗する。さくらちゃんとやっつけ。お前を連れて帰るって。お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。これで俺は一人だ。どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか。違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していた者を、憎しみに包まれた者、他里を拒んでいた者も、痛みを抱えていた者もだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。
なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなど、お前なら造作もない。そうだろう。なに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト。こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルトだよ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ。雄たけびを上げろ。さあ、サスケ君が待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。ナルト…まだだ、まだ行かせねえよ、サスケ。なんでだよ、何度も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 、なんでお前は、何なんだよお前は、お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前を一人になんかしねえって言ってんだ。てめえはこんなになってもまだそれを言うのかよ。もう分かったはずだ。俺はそっちに戻る気は。俺が諦める気がないのも分かってるはずだ。もうお前に何を言われてもこの意志は変わらねえよ。俺はお前に手を伸ばし続けてやるんだ。最後まで、届くまでな。俺の意志も変わらない。俺はお前を切る。これまでの道を終わらせるために。俺はお前を諦めねえ。これまでの道をずっとつなげておくために。お互い、もう残された力は少ない。そう、これが本当に最後だ。ってばよ。何が
るからこそ悲しい。繋がりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。俺はお前のことを兄弟だと思っちまったんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにってずっと考えちまうんだよ。お前はラッキーパッチロッシュ。お前も叫んだよ。俺は昔里のみんなに嫌われてたけど、俺も昔は里のみんなを恨んでた。いつか間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれねえ。それに俺はいつも一人だった。でも同じようなやつがいるって言うから嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルになった。お前は俺の目標になった。何もなかった俺がつながりを持てた。第7班で任務やってるんだ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからこれまでずっと言いそびれてた。俺はお前と会えて本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらない。俺もお前も里の奴らも一人残らず全員行き着くところ。お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらか。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。ここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのだ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと逃がすからだ。昔から変わらないお前のその態度が。来た。サスケ、それこそお前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。それこそ忘れない。俺たちは友達なんだってことは。だから俺はお前をもう一番に渡したくねえんだってばよ。不安だ。なんでそこまでしておいて。俺たちはやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。俺は断ち切るまでだ。
毎日すかしやがって、ムカつくんだってばよ、お前は。ああてめえこそいつもバカしやがって、目に入るだけで目障りなんだよ。お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。全然思わないってばよ。お前こそいつもチミチミしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だって、バーガーバーガーバーガー、勝手に混乱しやがって意味わかんねえやつだな。
やっと気がついたかよ。見ての通りだ。あまり動くと傷が広がるぞ。そんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたがる。俺は闇に入り、全てを切るために力を得た。どんな奴でも当然、そんな俺とのつながりを一度は切ろうとした。だが、お前は俺を決して切ろうとはしなかった。なぜそこまでして俺に関わろうとする。何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。友達だからだ。友とはお前にとってのそれは一体何なんだ。そんなの口じゃ説明できねえよ。ただお前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこ見てっと、なんでか俺が痛えんだ。すっげえ痛くて、とてもじゃねえけどそのままほっとけねえんだってばよ。ナルト、お前が昔常に一人でいるのは知っていた。俺と同じで里の皆に阻害されていたな。お前は俺と違い、バカなことをして他人に関わろうとしていた。最初はそんなお前をくだらないやつだと思い、弱いやつだと思っていた。だが心の底ではお前が気になるようになっていたんだ。そして互いに成長し、俺とお前は同じ班になっちまった。火影になりたいとほざくお前と一緒に任務をこなし、互いに強くなっていくのを実感した俺は、いつしかお前とも戦いたいと思うようになった。そして俺は七班に己の家族を見るようになっていった。だからお前の苦しむ姿を見るたび、そう、俺も痛かったんだ。お前の痛みが分かったとき、初めて仲間と思えた。だがその反面、急激に強くなっていくお前を放っておけなくなった。お前は俺にはない強さがあった。いつも俺の前を歩いてやがった。まるでかつての兄さんのように。今日だってそうだ。お前は動かすのは無理か。せっかくお前をぶん殴って目を覚まさせてやりてえのによ。なんだよ。こんなになってまだやる気かよ。足りねえだ。何度だって認めてやるよ。は？俺の負けだ。バカ野郎！この戦いは勝ちとか負けとかそんなんじゃねえよ！ダチが拗ねてっから一発ぶん殴って目覚まさせてやろうって話だ！なあ、ナルト、俺はお前を認めちまった。
ここで俺が死ねば陸道仙人の時代から続く戦いの連鎖は終わるだろう。これも一つの革命だ。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。お前がそれでよくても他の者は納得しない。たく、それ以上ぐじぐじ言ってみろ。またぶっ飛ばすぞ。俺がまたお前に立てつくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる。これ以上同じこと言わせんな。お前は一体何なんだ。友達だ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。つうか、お前の方はまだ分かってねえのかよ。そういや、お前も意外にバカだったもんな。スラトンカチ。やっぱりここか。カカシ先生。ああ、行ってこい。てめえには負けねえってばよ。ほざいてろ、うすらトンカチ。ああ、もう本当うっさい。やっと戻ったね。かつての俺たちは孤独で愛に飢え、憎しみを募らせたガキだった。俺たちは互いに違う道へ行き戦った。だがナルト、お前は決して俺を切らず、ずっと俺の心に近づいてきてくれた。俺に憎しみをぶつけてきてもおかしくなかったはずなのに、お前は俺のことを友だと言ってくれた。そしてどんなに傷ついても俺を友として止めてくれた。お前のおかげで俺は救われた。いがみ合ってたちっぽけな俺たちが今は互いの心を痛み合うことができる。このことは俺たちだけじゃなく、もっと大きなものにも言えることなのかもしれない。ま、はっきり言って、本来ならお前は強制的に投獄される身だったから、お前が免責されたのは、無限つくよみ解除の功績も大きいが、六代目火影が俺になったことや、ナルトの嘆願によるところが大きかったこと、忘れないように。
これからはあまり無茶しないでよ。俺の責任になっちゃうから。ああ、すまない。どうしても行っちゃうの？今の俺ならこの人界が、この世界がどう見えるのか知りたいんだ。あの私もついていくって言ったら。罪を償う旅でもある。お前は俺の罪とは関係ない。関係ないか。また今度な。ありがとう。お前まだこんなもん。これを返す。お前との本当の勝負まで取っておいてやるよ。だがお前のようにはなかなかできるものじゃない。そう簡単にはいかないだろう。それは祈りにも似た思いだ。それでもそれができるまで耐え忍んでいく。その様を任された者たち、それが俺たち。ナルト。忍者なのかもな。炎は舞うところに火は燃ゆる。火の影は里を照らし。また炎は芽吹く。